どうもじゃ、サバイバルおじさんじゃよ。まずはダークシャドウが溜まったので交換してみるぞよ。一週間くらい前、部屋が暑くてのう、バテておった。それから、目、首、肩が凝りやすくてのう、ちょっと体調不良じゃった。そんでもってこれ、ダークシャドウじゃ。これが20個溜まればチャプで交換ができる。早速交換してみるかのう。ダークシャドウで交換できるものは、この箱だけ。他はゴールドで交換できるものじゃな。よし、早速交換と行こうじゃないか。これで交換完了じゃ。そんでもって開封してみることにしよう。しかし、わしの首はスマホっ首になっておるのかのう。首が痛いのはちょっと辛いのじゃ。まあ、それはさておき開封と行こうじゃないか。ポチッとな。ほう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 。ダークゾーンで使えるアイテムやら、ベルトなども入っておったのう。あとは、素材アイテムみたいじゃのう。これなんかはそうじゃろう。これも武器の素材じゃな。そんでもってこのベルト、ダーククローンへのダメージが増加する。ポケットは2個までじゃな。さて、2回目のダークゾーン行ってみるぞよ。非常に危ない場所じゃがな。やめた方がいいじゃろうか。いや、人生は当然じゃ、人生は当然じゃ。そんでもって、一応持ってきたものはこちら。これが全てを失うか、それともクリアなるかの分かれ道。なんかちょっと、今回はトラウマになりそうなイベントなんじゃが。いや、実はすでにトラウマになっておる。しかし、動画にするネタがあまりにもいかないので、イベント中に限って体調不良になるわし。とまあ、そんな感じじゃが行ってみるとしようかのう。もうどんでもなれ、もうどんでもなれ。よし、入ったぞよ。このダークゾーン、いくつかのマップの形状パターンがあるようじゃな。さて、行ってみるとするかのう。うむ、このマップは初めてじゃな。一度ここに戻ることもできるようじゃな。危なくなったらここに戻るってこともできるのう。さて、先に進んでみるかのう。ちょっと必要なアイテムを使用しておっかのう。罠もわかるようにじゃな、これを使って。ダークゾーンでのクリティカルも使っていっかのう。4スタックできるみたいじゃな。よし、これでとりあえず行ってみるかのう。クロコゲストライダーか。ちょっと早くないか、お前たち。なんか硬いのじゃが、お肉。かわしていなかったのか今の。ちょ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 、やばいわこれ、やばいわこれ。もう少しゲームをプレイさせてくれ。ググ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 グ。おい、もう武器がなくなってきたぞ。と言いながら3回目のダークゾーン。こうなったらやけくそだわこれ。体調不良なんじゃから、少しは楽しませてほしいところじゃ。さて、今回の持ってきたものはこちら。80% 心が折れているのじゃが。というかこれ、クリアできないとどんどん失うものが多すぎる、わら。だったらクリアしろってか。まあ、そうじゃろうな。わかってんだってばよー。しかし、もう少し先を体験したいのじゃがな。なんか容量がつかめておらん。それどころか、トラウマになっておる。まあ、ぼやいても仕方ないのう。ダメなものはダメってことじゃな、わら。さて、行ってみるとするかのう。うへ、また同じパターンのマップか。まあ、はじめはクロコゲストライダーじゃろう。こやつはいいのだよ。いやあ、サプライズさんデバイスはいい武器だったのう。あの武器は非常にいい感じだったのにな。罠にかかってやられてしまうとは、なんとももったいなかった。まあ、過ぎ去ったことを悔やんでもどうしようもない。まずはクロコゲストライダーを倒してじゃな。よし、ここからじゃな。おっと、罠を発見した。これを取り除いておこう。よし、これでこの辺りの罠はないじゃろう。
ちょっと回復しておいて。タレットがそこにあるからのう。この辺で倒していかなければいけないのう。よし、今のところ人間は一人だけか。しぶといやつじゃのう。ああ、本当にやだ。ここはちょっと落ち着いていこうじゃないか。回復をしっかりしてじゃな。少しはゲームをやらせろ。少しはゲームをやらせろ。こやつめ。ショットガン持ちかこやつ。これでもくない。なんじゃ、この反応を。危な、タレットの射程に入っておったのう。よし、次はタレットじゃな。前々回でもやったようにスナイパーライフルで壊してみるかのう。危ない危ない、ちょっと服はこれ。やはり結構痛いのう。よし、次で壊せるじゃろう。よし、なんとか壊したぞよ。しかし、初めから厳しい戦いじゃのう。前々回まではここまでは来ておるのじゃが、確かダーククローまでは行けたはずじゃったな。うぬぬぬ、人間か。おい、ちょっと硬いぞあやつら。あまりいい武器がないのじゃが、いけるかこれ。行ってみるかのう。同じ攻撃にまた、やられてた。